何が起きても笑顔絶やさない君がどうしても信用できなくて何度も突き放そうとした。いつも私も似たっていた君はある日突然いなくなって湿っぽい夜だけが僕の枕元に涙が止まらないなら後で叶えたいよって教えてください。どうやったってまた夜は明けるから、明日も笑顔で会おうよ。小さなものや大きなもの、いろんなものを手放したけれど、こうやって伸ばした手を笑顔で握り出してくれるみんながいるから、君が今誰かに笑顔を与えて僕は誰かのそばにいて歌を歌うの。少しでも心を軽くできるように歌を